前回壁と建具枠のスタジオを作りました。ありがとうございます。今回は天井の下地工事の様子をお見せすると同時に、現代の大工さんが直面する問題や景気が良かった頃のエピソードなどを、よう綺麗な前ベテラン大工さんの巧みな話術でお届けします。おお、パンチがいいな。最初に各部屋をこのようにぐるりと30、40ののぶち受けを回します。天井の組み方は大工さんによってそれぞれのやり方があります。ぐるりと回したのぶちの内のりに下地を突きつけていくときは、このように上に乗せられるように工夫をしたりします。これはおらんてよっちゃらさかな。しみさん、リクケツってのこすいとこすいとこ。私も真似しやりやつ。しみさん、何年大学歴？18から62、4年か。44年38、48、58、44年。18から？18からと、ね、高校出てから来たんですよ。9年間行ったらな、まあ、みんなが歴史が違うか。木の木作りもして、炭もつけて、ちゃんと刻むし、うん、入りもやらな、ジムでもするしさ、登りもするし。俺もどんだけ清水さんに教えてもらったかなと思うわ。44年の間に世の中も随分変わったと思います。俺最初清水さんとこの現場のボードを打ちに来たの覚えてる？覚えてる。一石五本のビスだけ打ちに来た。ああ、そうか。うん、中へ五本やで、数えて。あ、はい、はい。周り子受けるから、いや、周り子はちょっとは、読んだんす。カズさんは見習いの時、清水さんにはいろいろとお世話になったみたいです。そんなに降るんかよ。家全体がかなりバチっています。今回ののぶち受けのピッチは一尺五寸のスパンで入れました。天井ボードの張り始めと張り終わりを考えたときに割り付けに問題が出ることが分かりました。これがこっち曲がってますよね。こっちが少ないよね。間を取って中心から振り分けることにします。次に五分の胴口のぶちを一尺ピッチ間隔で取り付けます。つまり今回は30ミリののぶち受けに五分ののぶちを取り付けました。この位置かける棒が欲しい。あー、フック、フックを探さなかった。誰だろう、つけとった。これつけます。つけたんや、はい。使う材料や天井材によって天井の踏み方は違ってきます。今行っている五分胴口の工程を省く場合もあります。
あ、試着にすんの。いや、上げてないんやけどな。いくらで曲がるんやけど、微妙やな。玄関廊下側の天井下地を作ります。これが一寸差なんで、これ仕上がり。お、当たるな。体格上当たるな。やろう。もっと上げるのか。いや、いくらで曲がるよ。ペちゃん、ちょっとこれ。ここちょっと切って。切ってて、うん、隅残しね。はい、ここでもいいぐらいやな。うん、ほんでそうそう、もう目パカとくか。もうこのくらいで全然いいっすよ。それよりもうちょっと上上がるわ。もう5分ぐらい上がる、仕上がり。はい、怖いっちゃ怖いね。そのままこう直張りにしたら仕事楽やろ。貼ってきといて、こうしてこうしてへん。あ、そしたらここ直張りできる。これも直張りできたら、こっちも縦に下地してくれ。それはいい考えだ。そう、音も止め作らんで。よし、閉店ガラガラしようまいっきゃ。ニブゴリンチアール出しといたのか。2階の部屋と階段は施主様が工事しています。ここの天井下地はその境界となる部分です。収まりよくする必要があります。これで壁ここで剥がしたらいいけど、どうせ数が半分で壁は、まあ、下地だけ潰っといたんだよ。な、俺の弟弟子な、二人ともお前、長男坊だけど、二人ともバブル時代は、こんなんうちの息子大工させるでって言うとったら、何の二人とも全然、もうみんなサラリーマンさせてもらった。昔と今の大工さんの景気の違いを話してくれました。昔みたいな仕事ありやけどさ、そのやる子は悪いんじゃなくて、もう悪いけど、今の時代の流れにちょっと今は変わってたよ。なるほどね。今大工始めるのね。とても難しい問題です。大工さんの平均賃金は正直高くはなく、この30年くらいずっと変わっていません。カズもバブル見やらんだか。あいつも見とらんうちの坊主なの見やらんだもんな。俺もよく聞いたりやったけど、中学生高校生にさ、お前大きなったら何なんねん、ダブなるかやったら、うんって首かしげるもんね思わんねえよな。まあ思わんでええよさ、大工さんね。世界中旅行したバブル時代の清水さんの親方の話を聞かせてもらいました。オーストラリア全部行ったよ。年に2つは海外旅行行ったよ。パチンコやり放題の車買い放題って車検しないんだもん。車検が来る前に帰るってこと。ひどいとお前一回電池ぶつけて一月で帰ったんじゃないですか新車来ない、喜んでた、喜んでたんだ。帰ってきたらさ、なんかえらく車へこんでるやん。電信棒が寄ってきたと思ってさ困ったもんや、電信棒してさ、ビトンのバッグにみんなが持っとったんだよ、あの新棒の子が。シャネルとかさ、あやさやさ、紙袋みたいなのに持っとったんだよ。景気のいい話だね。あの時代はニューヨーク帰ってこない。清水さんは落語家でもやっていけそうです。トントントン、最初ここにどうでしょうか。この延長で照明やスイッチの位置確認をしています。ちょっとこっちくらいやここで音よろしいね。こっちにやつはここのスイッチ、ほらここだけでテーブルを置く場合はここしか使わんこと考えたら、こっちは分けてあげた方が。そしたらこれとこれだけ。施主さんからいただいたお菓子をもぐもぐと食べ散らかしています。でここでよろしい。スイッチはうん、こっちがある。どうしよう、チンしようか。はい。部屋側と、キッチン側。うん。で、こっちはこっちで。換気扇ね、IH ね。食洗機。はい。経験豊富なベテランの職人さんでも、皆さん、対等に接してくれます。換気扇あれ、差し込まれてきてるってことになると嬉しいです。あ、はい。うん、水道屋さんも電気屋さんも大工さんもその他多くの職人さんに囲まれ、私たちはとても恵まれていると思います。お腹も満たされたので工事再開です。2m40。テレビスペースの垂れ壁を作ります。もうちょっとあれだった、もうちょっと、あ、力抜きの上場ぐらいで見えた。ああ、低いような気がする。うん、そのぐらい。そうだな。うん、それぐらいだ。それぐらいの垂れ壁なら、まんだもん。
ちょっとなんかあれあるんかなと思って。話しできるんとこは。うん。これは危険な切り方です。キックバックする恐れがあります。長い方を持って短い方を落とすのが正解です。ここ椅子に並ぶでしょうか。カズさんを見ていていつも思うのは、撮られていてよく緊張しないなということです。撮影していてもしていなくても動きもキャラも本当にこのまんまです。大工さんの今と昔ではいろいろと変わったことがあると思います。なかなか厳しい環境になりつつありますが、カズさんは大工になってよかったと言っています。建築業界では大工の経験が有利だからといつも言っています。下地をこのようにはしごに組んでから一度に取り付けることにしました。リフォームの場合は歪みがあるので、このように四隅が直角のものをはめ込むのは難しく、通常は一本ずつ寸法を取って下地を取り付けます。ですがこの時点では天井も床も完全水平にできているので、移動や脚立の上り下りの回数を減らすためにこの方法を採用しました。そしてその方法が、裏目に出ることに。あ、やらかしました。金物が当たるわ。あ、金物おる。あ、飛び出とるな。これあとさ、当たるんやわな。切った方が早いわ、この。こいつを切ったるわ。外すか。こんだけ防具に書き込むのはちょっと無理やね。デジプロソーで金切るやつある。それで使ってみる。じゃあやってみるわ。うん。わずかに飛び出している筋交い金物を切断します。まあ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 、 OK。これ落とすか。もうあとはボードを貼るだけだと思っていましたが、ここに来てこの傾きの調整は正直きついです。開口部が並ぶこの壁面全体の収まりもかなり厳しくなりました。そしてこの後、家の傾きという新たな問題と対峙することになります。
インスタグラム、ツイッター、TikTok、公式ブログやっています。ぜひ見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。